国家2級自動車整備士資格を取得後、板金塗装やサーキット走行などの実習中心の授業で車の技術のすべてが身につく総合的なコースです。自分で分解組み立てをした車で実際にコースを走行できるので違いが実感でき楽しいです。板金塗装の技術を生かしてマイカーの整備もできるので車好きにはもってこいのコースです。